こちらが但馬長寿の里福祉用具展示場の健やかセンターです。健やかセンターでは約700点の福祉用具を展示しています。健やかセンターでは福祉用具をあまり使いたくない特別な道具としてではなくて、日常の生活を安全に、そして安楽に過ごすための便利道具としてご紹介しています。年齢による体力の衰えや病気や怪我による日常生活上での不具合が生じたとき、ぜひこの福祉用具を上手に活用して、安全に、そして安心して楽に日常生活を過ごしていただきたいと思います。ここでは車椅子について説明します。車椅子はその名の通り、車という移動を支援する機能と椅子という座ることを支援する機能があります。歩くことが難しくなると、どうしても生活する範囲が限られてきます。しかし歩くことが難しくなったとしても、車椅子をうまく使えば様々なところに出かけることができます。こちらは椅子では座ることが難しい方でも座ることができる車椅子です。背もたれが長く、背中や頭も支えることができます。また背もたれや座面の角度を調整することで楽な姿勢で過ごすことができます。誰かに体を支えてもらわないと座ることが難しく、ベッド上で過ごすことを余儀なくされている方でも、車椅子なら座ることができるため生活の範囲が広がります。長時間車椅子に座るのであれば、車椅子用のクッションとの併用をおすすめします。こちらは使う人の体に合わせて様々な調整ができる車椅子です。背もたれの部分にベルトがついており、背中の形に合わせて背中の張り具合を調整することができます。背中の形に合うことで楽な姿勢で座ることができます。またその人の体の大きさに合わせて肘置きの高さも調節できます。肘置きは跳ね上げ機能がついており、跳ね上げることによってベッドやトイレなどへ移りやすくなります。こちらは介助する人が車椅子を押す際に電動でアシストする車椅子です。特に坂道を介助する際には介助する人への負担が大きいです。この車椅子は介助する人のハンドル部分にセンサーがついており、押す力を感知してアシストしてくれます。こちらは電動モーターの力で移動できる車椅子です。最近ではデザインもスタイリッシュなものが出ています。手元にあるハンドルで操作します。速度も変えることができます。家庭用のコンセントで充電することができ、一度の充電で約20キロ走行が可能です。また10度程度の坂道を登ることができます。長い距離や坂道を自分で漕いで行こうとするとかなり辛いのですが、電動車椅子を使うと楽に移動することができます。車椅子は介護保険を使って借りることができます。
ここでは介護負担を軽減する福祉用具を紹介します。ベッド上での体の引き上げ、車椅子への乗り移りの際の持ち上げといった介助を人の力だけで行うと、介助する人の腰や肩などに大きな負担がかかります。この介助が毎日続くとどうでしょうか。介護者自身が腰痛など体を壊すことにつながってしまいます。介助される側もベッドの上で力任せに引きずられる、ベッドから車椅子に乗り移る際に力任せに持ち上げられるといった介助を受けると、体の痛みや介助を受けることが怖いと感じてしまいます。これはスライディングシートです。とても滑りやすい素材で作られたシートです。介助が必要な人の体に敷き込みます。介助する人がお尻を押すことで少しの力でベッド上を移動することができます。またシートを体の下から引き抜くときには腰のあたりにシートを集めてゆっくりと引き抜くことで簡単に取り外しが可能です。これはスライディングボードです。自分で立つことは難しいけれども背もたれがなくても座れる人が対象です。車椅子をベッドの横につけ、ベッドと車椅子の間をこのスライディングボードで橋渡しをします。その上を滑ることで持ち上げることなく車椅子への乗り移りができます。これはリフトです。背もたれがないと自分で座ることが難しい、または座ること自体が難しい方が使います。スリングシートという吊り具を使って電動で吊り上げることで車椅子への乗り移りができます。リフトはベッドと車椅子の間を移動するだけでなく、入浴場面で湯船への出入りやポータブルトイレでの便座への乗り移りに活用することもできます。そこやかセンターに展示してある主な福祉用具をご紹介いたしました。